今僕お風呂に入ってるんですけど、これなんか置いてあるでしょ。これなんだと思います？これね、これ入浴剤。ほらすごい色してるでしょ。これをね、今からこのお風呂の中に入れようと思います。足にこれ、まあ、手に入れたんですよ。手に入れました。とにかく、まあ、誰が買ったかは、まあ、あれですけど、まあ、ただ手に入れました。で、これね、今お風呂普通の、あれなんですよね。うん、状況なんですけどね。これを入れると、どうなるのかな？だから自分で買ってないからこそね、これがどういうものか知らないんですよね。だから僕もどうなるのか全くその想像つかないんですよ。うん。でね、これまあ本当はこの、倍ぐらいの大きさだったんですよね。うん。で、なんか聞くところによると、その倍ぐらいの大きさのやつをそのまま全部ね、このお風呂の中にポンって入れちゃったらね、まあ、大変なことになるらしいんですよ。なんか泡だらけ、もうこのお風呂場全部泡だらけみたいななっちゃうらしいので、まあ、ちょっとこれ半分だけで、やります。あれちょっと入れる前にちょっとサムネ用にちょっとなんか撮ろうかな。あ、違う、なんかもっと。いや、もっとなんかいつもと違う顔がいる。ヘイ！まあいいや、これでいいや。はい、ちょっとじゃあこれ入れまーす。はい、じゃあ入れますよ。ちょっと足じゃまだな。はい、じゃあ行きまーす。おぉ！どうなるの？ん？何もならない。急にボコボコってなるわけじゃないのか。ちょっと待って。あんまり僕、手にね、この中入れるとあれなんです。おお、でもこうやったら、およー。これなんかね、本当は、お湯をその、何、沸かす前にというか、沸かすというか、こうね、溜まる前に、ここに置いたまま、こう、バーって水が、お湯が出てくる感じの方がいいらしいんですけど、ちょっと待って、とりあえずちょっとね、いや、僕ね、ここ僕この病おじさんなのでね、まあ、パパと一緒に住んでるんですよね。うん、するとね、何？まあ、パパが先に入るんですよ。で、僕はその最後に入ってね。で、だから後ろで誰か待ってる人がいない状態にして、で、長風呂するっていうのをいつもやってるんですよね。そんな、なんか、よし、なかなか、あれだな。おー、でもだんだん泡立ってきたぞ。これ、だから早く、あれだな。何？溶けないとダメなんだな。早く。電子レンジでチンした方がよかったかな。まあまあいいわ。これ、今のところただ濁ってるだけですよ。でもいや、でもね、なんかちょっと夢のある色になってきた。ちょっとね、なんていうの？この iPhone ってなかなかちょっとわかりにくいんですけど、これね、肉眼で見ると結構なんかこう夢のある色になってますよ。なんか、なんか面白い。匂いがね、匂いはね、皆さん伝わらないから、ちょっともし、残念なんですけど、ね、iPhone と YouTube ね、視覚と聴覚以外にね、嗅覚も対応してほしいんですけど、ちょ対応しないのでね、できないんですけど、皆さんにこのね、匂いを伝えることはできないんですけど、あ、でもね、いい匂いするわ。ほら、見て、これ。ね、なんか泡が立ってね、なんかなんていうの、幻想的じゃないですか。ちょっとわかんない。これ iPhone どんな風に映ってるか、ちょっとわかんないですけどね、泡がいっぱい立ってね、なんか幻想的ですよ。なんかこの世のお風呂じゃないみたい。何とかわかんないかもしれないですけどね。ほら、なんか夢いっぱい。おー、いいね。なんか不思議な世界に迷い込んだみたいな。ほら、見てよ。あら、いいでしょ。あらー、泡がいっぱい。気持ちいいパック。何やってんや、36歳のね、この美容師さんがね。あらー、ほら、楽しいでしょ。いいでしょ、ほら。首だけどうすこい。ほら、いいでしょ。あらー。ね。まあ、いいでしょしか言えないですけど。これなんか泡がね、なんか石鹸なのか、これ。いい匂いするわー。やっぱり匂いってね、重要ですよ。うん。見た目とかね、音とかもいいんですけど、匂いもいい、っていうのは結構重要だってことにね、最近気がつきました。うん。プラダとかね、いいですよ。まあ、いいんですけどね。おー。ほら、顔だけどうすこい。味わい深いですね。皆さんもね、たまにはね、これ何？入浴剤入れてみてくださいね。うん、これ確かに名前がね、ラッシュフレッシュって書いてました。ラッシュっていう名前のあれかな？ちょっとわかんないですけどね。うん。
皆さん、入浴剤なんてね、最近使ったことあります？ないでしょ、ね。ないでしょ、ね。あんなあれ、ね、この前僕、ゆず風呂やったでしょ？やりましたけど、入浴剤ってのはね、もう本当に、もう10年以上ぶりかな。そんなの入れたことないですよ。小学校の時とかにね、とかパッパーがね、僕にその入浴剤っていうものが世の中にあるっていうのをね、まあ教えるためにかわかんないですけどね、そういうの買ってきてね、入れたことがあったんですよね。うん。それ、でもそれ以来です。わぁ。丸い丸い地球。ほんと生首だ。丸い丸いドスコ。見て、まだね、これ、ほら。まだ残ってるんですよ。だから、まだもっと泡だらけになるぞ。よーし、もっともっといい。やってやるぞー。わー、すごいわ。幻想的。これどんだけ伝わってるかわかんないですけどね。肉眼で見たらかなりこれ幻想的ですよ。ドゥドゥドゥンドゥンドゥ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 ンドゥドゥドゥンドゥンドゥ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 ン。はい、ってことでね、皆さんもこの入浴剤使ってみてくださいね。まあこれ自分で買ってないからね、なんかこう何自分で買ってないのになんかこうやって偉そうに言うのあれですけど、入浴剤いいですよ。一回やってみてくださいね。値段もいくらか知らないんですけどね。すごい気分転換になります。はい、ってことで皆さん、さようなら。はい、ちょっとね、時間が余ったのでね、夢の大公開へ皆様お連れしまーす。ドゥドゥドゥン、ドゥンドゥドゥドゥン、ドゥドゥドゥン、ドゥンドゥドゥドゥン、チュー。ドゥドゥドゥン、ドゥンドゥドゥドゥン、トゥルルーン、トゥルルーン。この泡がね、すごい、ほら、レインボーな泡。いろんな色のね、泡があるでしょ。これすごいですよね。わー、幻想的な、わー。あ、声出ない。今日裏声出ないわ。うん。ま、ちょっと、まだちょっと時間があるのでね。あ、そういえばね、僕ね、あれしようと思ってさ、音声コンテンツ。なんか今年はね、音声コンテンツ元年になるって言われてるんですよね。音声コンテンツって何かって言うと、まあ、ラジオみたいなもんですよね。動画ってね、今皆さんやってるようにね、こう目も使うし耳も使うでしょ？なんか何かやりながら見れないんですよね。うん、だから音声コンテンツはなんかね、耳だけで、なんかながら聞きをできるからね。うん、いいとか言うんですけど、まあまあ、それはまあいいや。はい、ということで皆様、さようなら。